佐府のゴーールルドボールさんからいただきました、えー、火曜日のバックナンバーのオールナイトニッポンでリスナーアンケートを集めバックナンバーのオールナイトニッポンリスナーが付き合いたい男性有名人バックナンバーを省くランキングを発表していました、えー、8位8位対、えー、松坂桃李綾野剛佐藤健あーねえ7位、うん 西島秀俊さん。渋いとこですよね。6位、福士蒼太。わかる男やね。5位、坂口健太郎。はいはいはい、わかりますよ。4位、山崎、これ、山崎なんていうのかな健人さん山崎健人さんうーん、なるほどね。3位、えー、久保田正隆さん。はい。はいはいね。2>, うん、え2位、 津田正樹。はい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 。はいはいはい。最あ一誰だと思いますか星野玄さんですちちょうめ <laughs> すごいね。やっぱ今もう、玄さんなんだね。絶対的に。うわぁ。バックナンバーのリスナーですら、星野玄さんと付き合いたいねんね。 わあ。キスをするときにお伺いしない派の筆頭である星野源さんが1位を獲得。さらに同様の付き合いたい女性有名人ランキング1位は荒垣結衣さんでした。<laughs> なるほどな。そうなるかな。つまりあのドラマの2人が、えー、主位独占と。 いうことでございます。これはもう岡村さんあのドラマに出るしかないですよ。今更出演するのは恥だが役に立つんです。ご検討お願いします。<laughs> いや、そうやねんけど、もうやっぱり、藤井くんのあのキレキレダンスやられたら、俺もうダンスのとこも出られへんわ。どこも出られへんわ、もう。もう、ほんまもう、ほんまに黙ってこっそり差し入れ持っていくしかないわ、もうな。それしかないわ。なんやろうなぁ、こうなんか、 うーんー、才能の塊やのよね、ゲンさん。だからあー、だからもう、そういうところに女性ってやっぱり、ギャップやなんやって言うてるかもわからんけど、やっぱ才能に惚れるところも絶対あると思うから、そこやと思うねんな。ただただ、その、なんていうのかな、塩、あ、塩顔って言ってた最近。なんか塩、塩系の顔の人がモテんねんって。 やっぱその塩系の中に、源さんやっぱ入ってんのよ。もう俺なんかもう塩とかそんな、猿やん。あのなんかそういうのにたて、たと醤油とかソースとかそんなんちゃうねん。もう猿やねん。サシしすせその猿。<laughs> 調味料、調味料の、調味料のサしすせそあるやんか。そこじゃないサしすせそのさ、猿のとこに入ってもってるから、もう今の時代にそぐわない。 ところにいて持てるからもうしょうがないのよね。うん。だから、もう今、何やろう、最も荒れちゃう、まあの、モテる、えー、男性やと思うわ。なんとかならんかな、おすそ分けを。なんかいただけたらありがたいな、っていうふうに思うけど。だから、うん か忙しすぎんやろ、今ほんまにね。あのー、だからこないだもちょっと、あのー、体調崩してましたけども、うー、まあ、頑張ってほしいな、というふうには思って、まあ、頑張らんでもいいですけどね。あの、ーぼちぼちでいいとは思いますけども、うー、そうかー。源さんすげーなー。なんか、 何かどっかで近づけられへんかなゲンさんに。なんか、なんかないなんかないこっからの巻き返し。歌はもうあかんやあの程度やんか、僕。うん。で、お芝居せい言われてももう、妖怪とかの方が楽やからな。無理やんか。<laughs> 何したらええやろうな。何したらモテる だかであの、モテる思って DJ 始めたやんか。何にもやねや。なんか。ちょっと音楽やれた方が絶対ええと思って、やれんやったらもう DJ が、頑張れるかな思って、やったけど、そんなモテへんしやね。何が、チェスターコートちゃうか。チェスター、チェスターコート。チェスターコートっていうのあるやろチェスターコート、チェタチェターコートやったっけ なんかコートあるやろあの、なんか。んあれ見て。あのー、歌謡祭の時に、元さんが帰りはる時に、ブルーのめっちゃ、かいらしいコート着てたよね。うん、俺あれやと思うね。チェ、チェスターコートやろチェスターコートやろ俺これからチェスターコート着ていこうかな。羽織っていこうかなと思ってね。一個コート、コートやつあんねんけど、やっぱ陽器んねん。 あの、でっかいハットと一緒で、ツバの大きいハットと一緒で、よう、近年な、一個持ってんねんけど、迷彩迷彩のチェスター工程ねんけど、やっぱその、ゲンさんが着てた青の綺麗だなな、あんな、あれなかなか羽織られへんで。ほ、うんで、あんな似合う人いてないねん。うわ、おしゃれやな、可愛らしいなあ、と思ってん。だから時代はチェスター工程。 それぐらいしかも思いつけん。俺らが近づけれると、思うたんは、それぐらいやわ。なん、なんかならんかな。急にバカッとモテたりせえんかな。なんやろう。あの、カバーしようかな、あの歌。<laughs> 恋を。うん、恋よ。<laughs> 俺なりの恋を歌ってみて。<laughs> もうやめとけ。歌詞変えへん、そのまま。 あの、うん、カバー。全部カバー。トレーストレース。ース <laughs> ほんで、CD とかじゃない。あの、なんか配信。<laughs> 配信のみ。か、カセットか。<laughs> なんかそんななれへんかなぁ。でもすごいね。やっぱもう今、ほんまに、源さんすごいと思います、ほんと。 さあ、えぇ、ー、インパルスコンパルスですけども、どうしましょうか。えぇ、ー、じゃあこのゴールドボールさんにしましょうか。えぇ、ー、星野源さんね、バックナンバーさんのやつで1位という、えぇ、ー、ゴールドボールさんにインパルスコンパルス差し上げます。えぇ、ー、岡村アットマーク l ールナイト t o n i p o r c o m 岡村アットマーク l ールナイト t o n i p o r c o m 今週のインパルスのかかりまでお願いします。 さあ、メールいただきました。えダチックくー、てんがさんからいただきました。最近映画監督や脚本家が綺麗な女優さんと結婚してるのが多いのはこの手口を使うからなんですね。多分な。吉本新喜劇でこの手口が通用するのか気になります。いや、もう新喜劇なんかケツが触るからね。<laughs> あの、安定になった瞬間とかにケツが触ったりするし。 なんか、出て、出ていく、出ていく前に、女優さんのケツバー触ったりしあるから、そういうのはもう、あの、吉本新喜劇では別にそういう、なんていうそんな手口、あの、使わんでももう普通に、あの、セクハラみたいなのはあるっていうふうには聞きますし、それ自体はもう、あの、吉本新喜がベロベロなったらもう何がどうなってるかちょっと分からへんのちゃう打ち上げとかそういうのも含めですけどね。でもあんまり、うーん、 まあ、お酒の力借りて、ええー、っていう人も、まあ、いますよね。結構、シャイな方が多いんですよ、吉本って。だから、あのー、なんやろう、よっしゃ、行ってくるで、って、ケツカンとか、掴んだりする人はいるのかもわかりませんけどもね。ええー、これ、三重県の、生きなさかなやさんからいただきました。え、第一回の火曜祭で開演前ですが、ウェーブ怒ってましたよ。っ怒ってましたよって。怒ってたでもなんか、怒ってたかなぁ。 全然記憶にないんですけどね。でも今度はもう、なんか、あれですよ。えー、またどっかのタイミングで。 作りましょう。そのウェーブするタイミングをね。あれも絶対会場が盛り上がるやろうな、というふうに思ってますんで、3回目では、えー、ウェーブをさせていただこうというふうに思います。えー、曲いきますかえー、もうこれも珍しいんですけど、あのー、時代の国分大地から、あのー、CD が出ましたので、ちょっとかけていただけませんかということで、もうこんなんあんませえねんで、っていうことですけども、えー、ちょっと、じきじきにいただいて、 いたのでちょっとかけていただけますか。すいません。